横にいるから、おーいってできるっていう。あ、本当だ。あ、本当だね。おーいってやってあげて。面白い。ちょっちょーって。本当だ。たこ焼き屋さんが。そう、たこ焼き屋さんが。よっしゃーい。かけて。滑る滑る。いいな。滑ってる。AC が抜かれちゃうんだ。写真で一言みたいな。あーあー、やりたい。やってやって。やりたいね。やってほしい。写真で一言。滑らなきゃ。やってみよう。滑らなきゃな。滑らなきゃな。あれなんか。ちょっとやってみたい。ね、ちょっとやってみようよ。うん。この宇治江の写真で一言でしょ。はい。はい。はい。ちょっと。絶対わかんないこれ。はい、はい、どういう顔、どういう顔。はい、何。あ、いいよ。あれ、オッケー、どうぞ。すみません、胡椒が耳に入りました。ああ、ちょうどいい。いや、その顔見られるかって好きだよね、胡椒の耳。あ、その顔ね。はいはいはい。うん、むずいよ、はい、むずい。なんだろう。あ、耳かき気持ちいい。かなえっぽい。ね。かなえらしいわ。あ、ちょっとそれ借りますね。あ、オッケー。あ、私、耳かきじゃなくて、指派なんです。あーあー。なるほどね。あ、そうか、ね、ちょっと。あ、え、うん。帰ってきちゃう？あ、行くわじゃあ。行けない、行けない。いいよ、先に言うわじゃあ。行けない、言って。はい、うん、え、なんでみんなそんな顔面残念なんですか。なんかごめんなさい。ああ勝利。面白い面白い。腹黒、腹黒できた。腹黒しました。帰ってきたの。来た。そう、もしもし。あ、帰ってきた。帰ってきた。あ、焦った。今すごい、もう、うん、すいません、ずっと一人で喋ってました。すごい楽しかったよ、こっちは。うん、楽しかった。え、声届いてました。なんか届いてない。届いてない。あの、前に私が、あの、電波が出なくて、あの、声が聞こえなかったら LINE 電話の時みたいな感じで。あ、すごい、もう携帯変えた方がいいんじゃない。確かに調子悪すぎる。やばい、調子悪いです、ほんと。結構最新の携帯使ってるよ。だよね。まあまあ、まあまあ、新しい。ね、よかったよかった。戻ってきましたね。はい。はい。ということで、ね、あの、そう、ちょっとあの、宇治江さんのお話をしたんですよ。はい。そう、そうなんですか。え、何？宇治江さんの、なんかやっぱ、うん。そうそう、明かり目で見て。お願いします。やだー。そうそうそう。怖いなー。わかりました。はい。はい。さあ、じゃあ戻ってきたから。はい。戻ってきて、そうそう、電波位置の説明いきます。あ、いいですか。電波がちょっと不安だけど。そう、電波不安だけども。電波弱い。今のうちに、はい、そうですね。じゃあ、はい、電波位置の説明、宇治江さんお願いします。はい、ということで、皆さん、ただいま宇治江優です。で、私が本日大丈夫これ、聞こえないな。皆さんすいません、ちょっと電波の方がちょっと悪くてですね。電波悪いよ。宇治江悪いな。あれ止まった止まった。今も止まってます。なんかゆっくりになって、はい、聞こえてます。あ、と、え、声がちょっと聞こえる。ねえ、ちょっと聞こえる。うすうすかすれてる感じ。え、ちょっと、もしもし、あ、聞こえてます。聞こえた。そうだね。さあ、どうした。どうかな、どうしちゃうか。あ、聞こえます。あ、うん、そろそろ。はい、確かに。では皆さんに、はい、全然聞こえてないです。え、切れちゃうね。え、切れちゃう。切れた？早速。靴めしてる。いけ、いける。
したらね、今日ははい、うん、ちょっと、はい、間で、はい、行けますか、はい、やばあの、はっきり言って無理なので、はい、あの、山京が顔出しでそうですね電波一顔出しちゃった、そうそうそう、見えないかも、はい、でもあの画像あります、電波一の曲のさらっとさせていただきますけど、はい、このオンライン特典会って要するに、あれ動いた、動いた、あ、いけるいける、動いた、動いた、動いた、はい、はい、いけた、いけた、大丈夫、はい、それでは行きます、はい、電波一とはちょっとじゃあ手短に行きますね、はい、電波一とは、ショールーム配信時間限定のオンラインショップのことを言います。でですね、このオンラインショップ電波一はですね、売っているグッズがすべてこの電波一限定、さらに送料も無料となります。イエーイ、止まってますか、危ないよ、聞こえてるよ、はい、はい、はい、それではね、もうちゃっちゃと購入方法に行きましょう、はい、今この TA 女子のショールーム配信画面の下にバナーがあると思うので、そちらから電波一の画面を開きながら説明を聞いてください、はい、まず電波一ではチケットを1枚1100円で売っております。はい、であのね、この電波一の購入画面でチケットの購入枚数選択できるんですけど、そこで、自分の欲しい特典の特典分チケットを購入していただくと、その特典をゲットできるよっていうシステムになっております。はい、でですね、特典の1、2はデジタル写メになっていまして、まあ、こちらもねメンバーそれぞれかなり個性があって、ね、もういろんなこだわりの詰まってる、もうこの電波一でしかゲットできないレアなグッズになっています。そして特典3から5はチェキなんですけれども、普段の、まあ、普段ライブがある時の物販とかの宿題チェキとかとはまた別の形の新しい宿題チェキということで、こちらも皆さんぜひお試しください、はい、そしてこちらの特典3から5なんですけれども、郵送で対応させていただいております。さらにあのね、先ほどゆきなちゃんが赤しルーレットっていうのを言ってたと思うんですけれども、はいはい、この赤しルーレットで出た枚数分の、赤しをこの特典3から5を買うことによってゲットできるということなんですよ。で、特典3から5、1つ買うたびにその、まあ、例えば今日赤し4枚ですとか5枚ですってなったら、今日5枚1つゲットできるっていうことなので、もしね特典3を3つ買いましたってなったら、5枚の日だったらね15枚ゲットできるっていうめっちゃお得な感じなんですよ。はい、まあね、ちょっとね今日何枚ゲットできるか、今後のルーレットと皆さんね、うん、どのぐらい来ていただけるかでやってもさらにね増えていくので、皆さんぜひ証ゲットしてください、うん、このね証は、チェキだったりスキメだったり動画だったりといろんなものに交換できる特典な万能な特典券になっているので皆さんゲットしてください。はい、そしてね、この電波市で売っているチェキや写メなんですけれども、配信中にもその場でメンバーが写真撮ったりもできちゃうので、はい、まあ、こんなポーズが欲しいとかありましたらじゃんじゃんコメントお願いします。そして、まあね、この電波市の画面開いていただいたら分かるんですけれども、ご購入の際に3つ記入してほしいことや注意点などもあるので、そちらを一読していただいた上でご購入に進んでください。はい、先ほども言いました通り、ショールーム、この電波市はショールーム配信時間限定のオンラインショップということなので、もう今日は20時半ぐらいですねに終了になると思いますので、はい、皆さんこのね配信を聞きながらでも買えちゃうっていうとっても便利なものなので、ぜひご利用ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっと急ぎ足になっちゃうんですけども、はい、ね、もう1通、はい、うん、目が早くなって遅くなったりしてましたね。あ、本当ですか藤江さんが。あー、ダメだ。でも、今日もうね、いつ止まるか分かんない恐怖で、ね、そうだね、うん、怖い、怖いね、うん、はい、頑張りました、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということでね、はい、赤字ルーレットの方はね、今ね、はい、とりあえず200人、視聴者数200人を超えたところで、はい、あと少し、そうですね、あと少しなので、はい、ぜひ皆さん拡散の方ね、お願いします。お願いします。お願いします。はい。
いやちょっとね、もうちょっとだからね、200人いって、ちょっと一回ルーレットやってからさ、うん、もう行きたくない、はい、せっかくじゃね、そうだね、そうですね、うん、ですね、なんかたくさんさ、うん、なんかたくさんのツイート押すだけじゃなくて、やっぱり文字で書いてほしいよね、うんうんうん、あ、上に、はいはいはい、あ、そうだね、ピエイト氏が楽しい、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 楽しい配信やってるよみたいな、まあ、そうね、本当に、本当に思ってる、思ってないと思ってたよね、楽しい、楽しい屋台屋さんみたいな、屋台屋さん、いいんじゃない、さすがに、うん、そうそうそう、屋台っぽい、ね、え、ね、そう、人が来てくだされば、そうそうそう、そうお得になりますからね、はい、そうですね止まってますか？よく止まれる、なんだろうか、止まってますね、声が、あー止まっちゃった、終わった、止まった、ね、止まってますね、あーもう、もう、うちで見るから、ずっと可愛い顔でいいよ止まっても大丈夫なようにね、あーなるほどね、そうだね、うん、はい、あのちょっとスペシャルギフトの方がね、はい、覚えておりますので、そうですね、はい、でちょっと皆さんで、はい、止まらないようにね、じゃあ GM、はいはい、今動いてますよ、動いてる、動いてる、よかったよかった、はい、行きますよ、はい、いいね、タコだ、タコ、せーの、神様まおありがとう、ありがとう、なーせーの、みーみー、クローマありがとう、ありがとう、ありがとうございます、あ、ちょうどタコだね、ねえ、そうだね、あと2つ、ナナコちゃんに今日の材料が、うん、何タコだけなの、うんうん、材料入れるの、うんうん、何入れるの、生姜と、あ、生姜、ネギと、うん、天かすみたいなやつと、え、桜エビ、桜エビ、いいね、美味しい、普通に美味しい、美味しい、普通ね、なんか、なんか入れないよ、なかった、そうだよ、かなっかね、変なの入れない、入れちゃおうかな、変わりな、まあ、変わりだねみたいな、うん、変わりだ ね、電話してくれた人にね、そうそう、こうリクエスト聞いてチェックで入れるっつって、はいはいはい、うん、いいね、電話の人は食べないからさ、ね、何でもいい、そうそう、何でもいい私食べるじゃん、確かに、そうそう、怖い怖い、いらない靴下とか、やば、靴下入りの、うん、闇鍋みたいな、闇鍋だよ、すれば、面白い、うん、たこ焼きとか家で作ったりする、みんな、ね、あ、作らないね、なんかパーティーとかした時に、あ、うん、うん、あ、そうだね、かなえもなんか友達となんか8人ぐらいで、あ、タコパ、そう、タコパ的な、ぐらいだね、家でそんな作んない、うん、作んの、うん、なんかね、止まった、ゆきら止まってない、全員止まったんだ、え、今止まった、ゆきら全員止まったんだけど、ほんと、ほんと、ゆきらだけ止まった、そうだよね、ゆきらだけ表情、うん、斜め上向いて止まったんだけど、怖い、これ電波映るな、これ怖いね、あのゆきらちゃんに映します、やだな、やだな、ちょっと悪い、感染なんだよ、感染やだよ、ね、ウイルスがこの時に感染、怖い、やめなさい、そう、はい、そう、あ、そうですよね、すいません、申し訳ごめんなさい、すいません、はい、はい、ね、あ、レイ君なんすか、あ、そう、なんかたこ焼き作るのかなって思って、うん、作りそうだなって、うん、作りそう、うん、ね、家で、そう、たこ焼きとお好み焼きはよくやるよ、うん、ここにも生クリームつける、あ、つけるつける、思った、もちろん、なんでかわいそう、謝った方がいいよ、ちょっと、逆に謝る、絶対美味しいから、いやもう本当に美味しい、無理、うん、なんでよ、もうだって私自宅にいて、うん、結構お味噌汁飲む機会増えたんですよ、うんうんうん、で、もう想像できない、うん、もうここになんかちょっと面白半分で入れてよかったって思った日もあったんですけど、うん、いや、さすがにやめようと思って、なんかさ、口まで進まなそうだよね、そう、そう、えっとはいいけど、なんかここから進まなそう、いやいやいや、壁があるな、まだそれ壊してるもん、怖いよ、マジで、本当に美味しいから、本当に、
もうたこ焼きだってめちゃくちゃ合うよ生クリーム。チョコソース。美味しそう。でもちょっと美味しそう。そうね、美味しい、うん、本当に美味しいから。でもお好みかな、ね、うんうん、中そのあしょっぱい系入れられないみたいな、甘エビとか入れられない、うん、逆に合うじゃん、うん、いや無理だよ。マジか。パンケーキみたいな感じ。うん、だからね、パン、まあそうね、そうそうそう、たこ焼きの素材だけならいいと思う。そうなのよ。なんそう、生地入ったら嫌だみたいな。生地、そう、うん、生地だけなら OK。 そう、生地だけなら、うんうん、ね、ホットケーキとかとね、変わんないからね、うん、あ、そうね、そうそうそう、ホットケーキみたいな、そうだよね、テイストっていう感じ、そういう感じ、うん、そうそうそう。いやーね、もう嬉しい、うん、7個もこの後やってみてね。あ、そうだね、やってみて。生クリームちょっと、ね、生クリーム大変だからちょっと仕入れられるか分かんないけどちょっと頑張ってみるわ。絶対やらないと。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 ね、うん、そうそうそう、みんなもね、あ、行ったんじゃない、来ました、お、来ました、本当本当、あれ本当だよ、消えるかな、お、これ減らないよね、減らない、多分ね、あ、行きましたね、あ、よかった、行った、よかった、よかった、行ったので、赤シルレットイエーイ、待ってました、はいはいはい、はい、今日ちょっと画面がない、あ、そうですね。そうだそうだ。本当だ、うん。マークが。あ、なるほど、うん。今日なんかちょっと寂しく感じますよね。ねえ、そうだよね。そうだよね。やっぱね、全然違う一人ね、うん、少ないだけで。うん、寂しいな。ね、いや、寂しいよね。どこに。そうだよ。ん？ん？なんて言った？誰がなんて言った？宇治。あやみちゃんって言って、ああ、ごめん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 、なんか気を飲んじゃなかった、知らちゃった、すみません、もうあの、うん、みんなのコメントとコメントの狭間に紛れさせようと思ったんですよ、うんうん、ちょっと目立っちゃった、すみません、うん、目立っちゃった、ごめんなさい、すみません、もうちょっと電波です、はいはいはい、電波です、電波のせいです、これは電波悪いんだよね、電波のせい、すみません、すみません、本当に申し訳ございません今日全部これで言い訳しよう、なんか全部電波のせいずるい、今日は電波のせいにできる、そう、電波さん、私今日電波、うん、はいはい、で、まあ、このね、この赤字のね、うん、ルーレット、はい、あの、うん、ルーレットで赤字の枚数をね決めてるんですけれども、中にはね、なんと、うん、シルバーというね、1回でこう20枚ももらえてしまうという素晴らしい、すごい、シルバーがあるからね、まあ、それに当たったら、ね、めちゃくちゃお得例ですね、うん、今日はね、そうね、まだね、出てないからね、出てないね、うん、もうそろそろ出てもいいよなって、うん、出てね、なんかそうだよね、なんかね、で本当に出ないんじゃないかみたいな ね、うんうん、ね、いいの好きだと思われちゃうからね、そうだね、屋台のね、そう、なんかくじ引きみたいなね、いや、ゲーム絶対出ないでしょっていう感じのね、ね、あのね、そう、もう本当にもうこちらももはや祈ってます、うん、そうよ、そうよ、出てる、出てるってね、はい、さあ、来ましたね、行きますかね、はい、はい、もう高いのをね、出したい、うん、ね、そうだよね、うん、なるべく1枚以外を出したいですね、そうですね、せっかくだからね、奈々子さ、はい、画質が悪いんですよ、はい、あ、うん、あ、できました、うん、いけますよ、いつでも、はい、あ、はい、はい、さあ、ちなみにですね、あの赤色がシルバー、はい、そして濃い紫が10枚、うん、でオレンジが5枚、はい、で薄い紫が3枚、はい、で黄色が1枚というふうにね、うん、なっておりますので、じゃあ皆さん、はい、シルバー願っていきますよ、はい、はい、赤シルレットスタート、いけるかな、いけるかな、ビジュームね、1枚、1枚、ちょっと惜しい、ちょっと惜しい、惜しい、1枚で、惜しい、ずっと惜しい、めっちゃ惜しすぎる、惜しい、すごいよくわかるしね。うわ、惜しい。うん、ね、うん、ということで、ね、次は、ということで赤石1枚ゲットということなんですけれども、
ちょっと一枚で寂しいかなっていうふうに思うので、はい、うん、じゃあこの後ですね、うん、300人、はいはい、300人いきましたら、はい、もう一回赤石ルーレットチャンスしたいと思います。やったー、たくさんしてね、たくさんの方たくさんしてください、はい、お願いします、お願いします、お願いします。さあということで、じゃあ早速ですね、はい、今日の本題に、はい、いきたいと思います。ということで、はい、TA 女子に、質問コーナー、イエーイ、はい、さあということで皆さん事前にですね、はい、TA 女子に聞きたいことや、はい、お便りを募集した結果ですね、うん、なんかたくさんの、はい、ご意見が、ね、いただきまして、はい、本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとねたくさんあるのでこの時間内ではちょっと全部は、はい、ちょっと発表しきれないとは思うんですけれども、うん、まあ、こちらが 激戦、うん、厳選、厳選ね、激戦電波のせいだから違う、あ、そうだね、そうだ、ちょっと皆さんにお便りを紹介したいと思います。その中にも質問があるのでね、はい、じゃあみんなで答えていきたいと思います、はい、さあ、はい、まずは、ペンネーム群馬のクソジジ略してともちゃんさんからです。いやいや、かわいい、インパクトがすごい、インパクトすごい、いや、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、すごくね、めちゃくちゃ長いお便りをいただいてですね、うん、2018年、はい、夏、とある地元アイドルのライブを観覧しに行った、全身汗まみれになりながらパフォーマンスを披露する一人の女の子に注目する、その姿を見て元気をもらった、勇気をもらったという気持ちに初めてなった。2019年の春先、観光とそのアイドルの遠征ライブのため関西に行った、うん、そこで初めて TA 女子と出会った、うん、寒空の下、あんな衣装でかわいそうになと思いながらライブを見ていた。最初はまずまずのインパクトはあったが一目惚れではなかった、no. 約1週間後池袋シアターユースで TA 女子のライブを見に行き、終了後席を取り CD を購入、とりあえず何かやってみようよという曲が気に入った。うん、そしてメンバー全員が元気いっぱいに頑張っている姿を見てこちらも元気になっていく、嬉しいですねこれね、うん、これ人生2回目の元気をもらった気持ちになった、嬉しい。他のアイドルグループとはメンバーの元気パワーが全然違う、ね、メンバーは全員、うん、全員の精一杯頑張る姿が何倍も勝る、正直的は、はい、1枚から2枚取れば満足していたけど TA 女子は全員とチェキを取りたいと常に思っている、あ、嬉しい、ありがとうございます。終電とかの関係でチェキを取る機会は偏ってしまうけど、うん、そういう気持ちの中で TA 女子にどんどんハマっていく自分が今ここにいる、だから今後しばらくは TA 女子を一番に応援する、さらに言わせてもらえるならその中でも伊藤かなえさんを一番に推していく、いいね、ありがとう、はい、でいてくれて嬉しいですね、嬉しいです、はい、ということでここで質問ですね、はい、衣装も変わったことだし新規一転、うん、自己紹介の時のキャッチフレーズを変えてみようかなという考えはありますかとのことです。ああ、なるほどね、はいはい、あ、なるほど、一応さこれさ全員あるの、うん、なんかその自己紹介のキャッチフレーズ的なやつって、うん、あ、なんか、どういうのだっけ、うん、昔のやつ、ね、違うよね、過去のやつ、ね、ちょっと見てみたいな、みんなで、いや無理だよ、ちょっと過去のから行こうよ、なんだっけ、見たいな、私結構さ変わっちゃうけどやるね、過去の、いいよ、いくよ、うん、はい、緊張モリコ、筋肉モリコ、名前は大沢七子です、あ、懐かしい、3年生って言ってた、よろしくお願いします、あ、懐かしい、今もやってない、緊張モリコ、え、やってたっけ、あ、なんかちょっとやってるイメージ、たまにやってる、うん、本当に気によりますよね、七子ちゃん、そうそう、あ、確かにね、決まってなくて、うん、違う、によるね、こういうヘッドホンになっちゃってる、あ、そうそう、確かにね、はいはい、朝日のあれでも昔の、うん、あの、ね、え、見た見た、一本棒出た、一本棒一本出た、太陽を向いて、下を向いて、朝日の先はどこだ、ここだって言ってもらった、そうそうそう、え、私初めて生で見ました、初めて生で見
そうだ。なんかあの動画で、TSの動画では見てたんですけど、でも、さきちゃんに出会って、ちゃんと一緒に活動し始めてからは、やってなかったから、多分。そうだね。やってない。感動。なんか、好きな、その懐かしい、どっちなんだろうってずっとすごい不思議に思った。どっちなんだろうって、この子は本気でやってるのか、ま、笑いを狙ってやってるのか、なんか大人になりたいみたいだよね。そう、お札になりたいの今もなんだけど、そうだね、これは、ね、なんかそのさ、探すじゃん、やっぱ当時って何がいいんだろうっていうのを、でこう見つけたのがそれだったっていう、だから真剣にやってるよ、笑いを取ろうとして真剣にやってます。真剣だったの、今の前でこれやってます。質問なんですよ。あ、はいはい、あの棒が1本のこの棒は何ですか？あの指です。え、どういうことですか？棒なんかを例えてるとかじゃなくて、なんかそう、指銃みたいな。棒が1本、手遊び歌みたいなやつ。そうそうそう、そうだね。なんか保育園とか幼稚園の。あ、それ自体も知らなかったの？うち。え？でも、やだ。あ、電波のせいです、本当に。すいません。電波でちょっと、なんか、すいません。じゃあ謝罪の意味を込めて私、言っていいですか？やってやってよ。はい。私は、はい、行きます。はいはい、はい、せーの、おはよう、うじぇー。それさ、今もじゃないの？みゆの。あ、そうです。止めちゃった。止めちゃった。あ、そうだ、あれ、私前何やってたっけ。あ、そうだ、それ前じゃない。だよね。それよりもう一個前がありました。そうそうそう。はい、何、はい、行きます。ごめんなさい。行きます。はい、不器用だけど頑張ります。水ピエの水色担当、宇治美恵です、みたいな感じですよね。そうだそうだ。それ今そうだよね。そうなの、これ。そうだよね。昔から宇治だけど頑張りますっていうのあったです。そうだ、悪意を感じますよ、さっきから。でもなんかあれをやってた当時、本当に私ナチュラルにやってたんですけど、もうメンバーさんって、なんか不器用ってだけどって言える器用さがあるよねって言われて、計算ね、そうみたいな感じだったっていう。だからその時思ってたのは、絶対カナエの方が不器用だって思って。待って、私も思ってた。いや、もう私は不器用だったしかいないですよ、多分。闇組が持って。はい、まあ、すいません。はい。そのセリフは、はい、行きましょう。え、かね、この間なんかアイスクリームの前に、一回だけ違ったことあるの。何？何？めっちゃ気になる。気になる。私はこう見えても大食いなんです。牛丼は特盛りで、食べ物が違ってるとすっごく嬉しいです。ダメなのは自信あります。伊藤かなえです。よろしくお願いします。めっちゃ語る。長いじゃん。すごい、めっちゃめっちゃすごい、めっちゃ面白い。すごい、全然今の方がいいよ。本当に良かった。やばい。でもなんかあやめのあゆみちゃんのね、なんかいろいろあるよね。一番最初、いないからこそ言っちゃうけどさ、ナナの真似してなかった？なんかナナの真似してたよね。そうそうそう、あの子だよね。あやみちゃん。そうだね。一瞬やってた時あった。なんだっけ？なんだっけ？どういう芸だっけ？長野さんって。ゴッホより？普通にみたいな。嘘。なんだっけ？やってたよね。やってた。え？ね。めっちゃ懐かしいんだけど。え、なんだっけ？うわ、普通に。そう。そのまま言ってたっけ？いや、なんかちょっと変えてたような気がする。え、知らない、私。え、一瞬だった。ね。え、残されてないの？それ。え、どうなんだろうね。じゃあ気になる。足の宮みたいな。あ。うん。会社でこう初めてなんです。うんうんうん。当時16人ぐらいだったね。多かったね。はい。それやってた。そう。え、すごい覚えてる。ね。うん。
すごい、髪の毛の長さは 1.5 センチみたいな言ってた。髪の毛の長さ、まつげ、まつげ、あ、まつげの長さは 1.5 センチでイチゴみたいな。覚えてるね、なんでそれ覚えてんの、名前覚えられないの。インパクトあるか、でも、あれは、あー、なるほどね。てか、ゆきなは、ゆきなは、なんかでも一番最初のなんか一番最初は、うん、なんか、おへそがちゃんポイントで、うん、ちょっとこれやるのこれ、うん、やって、いや、マジでやったよ、マジでやったよ、めっちゃ見たい、めっちゃ見たいよ、マジか、マジか、なんか踊りながらね、なんかね、立つ立つ、やったくね、え、なに、やった、見たいよ、見たい、じゃあ、聞いたらおへそって言ってね、みんな、わかった、いくよ、おへその国からこんにちは、私のチャームポイントはおへそっていうのをやってました。でもあれやん、もう、ね、ゆきなが好きなあれっぽいね、ちょっと、うん、アイドル、めっちゃアイドルだった時、そうです、なんかそう見ると多分誰も知らないであった、うん、知らない、すごいっていうのをやってました、うん、恥ずかしい。もうレアで掘った気分が、ドキドキしてる今、面白いんだけど恥ずかしいよ、もう、ね、うん、ね、さっき、あやみのやつね、なんか見たの、うん、そしたら、うん、いちごの国からやってきたみたいな、お、なんか音楽ついてた、いちごの国のお姫様ってなってた。へー、じゃあ、長野は出てない、長野はね、ちょっと多分もうちょっと前なんだろうね、きっと。あー、なるほどね、あ、長野持ってるわ。え、持ってるって、持ってんの、そう、いや、送ってください、後でいきなりグループラインを共有してください、それでお願いします。あやみちゃんが何も怖い、そう、あやみがなんだこれってなる、そう、めっちゃ面白い、面白い、質問的にキャッチフレーズを変えてみようかなっていう感じなんですけど、どうですかね、朝日の前変えちゃった、ね、ちょっとですよね、なんか朝日がちょっと変えちゃったよ、この配信中に変わってた、そう、そう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 、あ、そうかそうか、うん、変えてみようって思って、今、うん、シャキ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 ビーン、朝日の朝日でっていうやつなんか自分から滑ったみたいな、ね、滑るのは一人で十分だよ、じゃあさ、面白いじゃん、狙ってますか、狙ってないよ、全然どっちなの、さっきのさ、さっきのキャラが迷走してるそしてすっごい思う、ね、そうなの、持ってんだろうなって、そう、僕がネバーネイル好きだったのに、うん、ああ、そうね、ナナコが考えてくれたやつで、うん、なんかめっちゃ困ってる時にキャッチフレーズどうしようってなった時に、オクラネバネル、アセヒラセキですっていうのを、よくない、かわいい、かわいい、考えてくれた、かわいい、ナナコが、で、ちょっと一時期それやってた、うん、でもなんか違うなって思ってね、困ってるやつ、そう、ひどくなってます、ね、うん、ね、そうだね、うん、皆さん、変える、はい、ね、変える時が、うん、変えるかなみたいな感じで、そうなんだね、なんかこだまったね、はい、うん、やっぱそんな感じですかね、はい、うん、はい、はい、長野見せてもらいたいって見たいな、そうだね、ちょっと本人にね、そうだね、そう、本人にちょっと言ってみてください、はい、ということで、はい、群馬のクソジジイ略してとのちゃんさん、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、クソジジイありがとう、はい、はい、はい、続きまして次の質問にね、はい、行きたいと思います、ペンネームみずほさんからです、はい、TA 女子の皆さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、いつも楽しく拝聴させていただいています、何点か質問させていただいています、一つ目、自粛期間中に何かパワーアップするためにやっていることはありますか、はい、さあ、はい、自粛期間中何かパワーアップするためにやってます、何やってます皆さん、なんか前の配信でも言ったんですけど、うん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 、あの腕立て伏せやるようになりました、おお、今何回ぐらいできるようになりました、うん、あ、お腹で言った、何回忘れた、うん、忘れた、忘れた、20回これ多分あれ電波のせいだと思う、あ、電波のせいで20回に聞こえちゃうけど、うん、1000回ぐらいやってると思う、あ、そうね
なるほどね。はい。はい。はい。じゃあ私もこれ結構なんか配信とかで言ってるんですけど、はい、まあ、うん、あのーね、やるようになったけど、まあ、結局ハマってこうなったって感じなんですけど、うん、結構曲に合わせたストレッチをやるようになりました。あのあうん、なるほど、ね、うん、いやいいよねでもそれやっぱ曲にね合わせてね。そう、それのおかげで、うん、その朝いつも、 もうこういう感じで起きてたのが、うん、いや辛いけどやるみたいなのでなんか、うん、もう起きれるようになりまして、うん、あ、はい、あ、あとはなんかちゃんとパックをするようになりました。おー、パックっていいの？あ、なんかその日々ちゃんとやる、うん、あ、なんていう、毎日なんかパックってあんまり毎日やるもんじゃないみたいなあるんだけど、うん、なんかそのパックを、うん、パックパックンはその、うん、毎日できるやつを買いまして、うん、そのパックンでやってます、うん、最近、うん、なんかいる、そう、全然なんかいいとこだなって思います。パックンいいよ、パックン来ちゃった。パックしてる。パックね。パックしちゃったね。来ちゃったよ。パックちょっとおすすめだよ。あ、おすすめだ。バイバイ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 。よかった。ね。はい。パックしちゃいました。はい。なるほどね。はい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 。簡単にいます？やってるよっていう。お友達います？やってるよって。あ、姉な、まあ、これをね、配信でめっちゃ言ったけど、うん、そう、やっぱレベルアップしてて日々、うん、もうなんか、はい、そうね、やっぱいろんなダンスを踊ってます今、うん、なんか表現力を今つけたくて、うん、なんかやっぱ表現力でやっぱり、うん、なんかプロとか、うん、なんかちょっとアマチュアとかが分かれるわけじゃないですか、なんか表現力で、うんうんうん、だからちょっと表現力大切、朝日奈きっと、うん、って思ってそうですね、はい、まあ、そうですよね、やっぱりね、うん、まあ、でも表現力つける前にミスとしないように気をつけてください。ああ、電波かな、電波ミスしないように電波だきっと、そう、はい、でもめっちゃみんなやってますよね、おのおのね、うん、そうなんですね、うん、やってます、はい、やってますよね、はい、うん、じゃあちょっと次の質問いきますね、はい、行きましょう、はい、続いて2つ目、去年は京都、大阪、郡山など遠征に行きましたが、これから行ってみたい場所はありますか、または遠征場所での思い出はありますか、うん、とのことですね、はいはい、行ってみたいとこ、うん、うん、あるよ、遠征で、どこですか、長崎、うん、あ、うんうんうん、なんか水が多いなんか国、うん、国って国そうなんですかね、へえ、なんか県、県ですか、その県、そう、県なんだけど、うん、水が多い県らしくて、うん、なんか、うんうんうん、こうみんなでちょっと心が癒されるなっていう、癒されたい、ちょっといいね、そう、遠征で行けたらね、水がね、旅行かな、旅行だね、それ、あ、ちょっと行きたい、かったね、うん、旅行かい、ね、旅行、うん、駅名はね、もうね、うん、行ってみたい、うん、行ってみたいというかね、やっぱり群馬に来てほしいなって、うん、地元か、あ、いいね、行きたい、しかもなんかその地元のイオンとか、うん、行くとこで、うん、ライブやりたいなって思うよ、あ、うん、そうね、いいね、わかる、うん、はい、呼んだよってメンバーに呼んだよ、そうですよね、行きたい、行きたい、ちょっと呼びたい、うん、ですよね、そう、なんで、うん、うんうんうん、そうだね、ぜひぜひ、ちょっといい、うん、言っときますね、めっちゃいい、来てほしいなって、ちょっと遠いですけどぜひ、そんな感じ、はい、そうですね、どうです、なんか思い出とか遠征のさ、思い出、いや、遠征の思い出結構だってね、ありますか、寝泊まりだってみんな一緒の部屋とかでしてるでしょ、うん、そうだね、ね、そういう時の思い出とか、思い出、思い出というか、これはやべえ、あ、でもちょっとめっちゃ面白いのない、何何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 何一回さ、この6人全員同じ部屋に泊まった時あったじゃん、うん、あ、あったね、はいはいはい、その時は、さ、カナエ、え、何だっけ、カナエさん、お風呂に入ってたんだけどさ、何めっちゃ、これはもう、確かカナエがお風呂に入ってるって、うん、カナエがお風呂に入ろうと
してって他のさ5人はみんなちょっとテーブルとかにそうだね、うん、だカラメが全裸でめっちゃ急いでトイレに走ってくるしいや、そう、あの洋服をさ、あの着た時にあ、そうだ、お手洗い行ってないっていうのにあ、でも、なんかもうお手洗いならいいかって思ってそうだよね、でもさ、ちょっと恥あったよね、うん、恥あったよ、ね、なんか目の前で見てたんだけどなんか一回ちょこって見てパタパタパタって走ってきた、うんね、ちょっと夜明け止まるみたいなね、そうそうそうあれめっちゃ思い出だわ、うん、めっちゃ面白かった、あれ優勝してますね、優勝だね、全員の記憶に残ってるから、うんうん、確かに素晴らしかった、あれはめちゃくちゃ面白かった、面白かったね、すごいあれでずっと笑ってた、私ずっとそれめっちゃ面白かったね、いや面白かった一番ですね、そうね、はい、あ、続いてこれ面白そう、はいですね、はい、メンバー内で1日だけ他のメンバーと入れ替わることができるとしたら誰になってみたいですか、1日、まあ、うん、1日でしょ、1日でしょどうしようかな、悩むね、日常ってこと、うん、これ全員聞きたい、全員、うん、全員のね、聞こう、なんだろうなはい、イキナね、はい、いいよ、また来て、どうぞどうぞ、結構先どうぞ、あ、どうぞ、はい、はい、私、あの、ナナコになりたいですね、ナナコで、臭いのに、臭いのに、臭いのに、ナナコでなって、なんか、うん、なんか、なんて言うの、だらけてみたいっていうか、なんか、めっちゃもう、だらだらしながら、あの、ご飯とか、お菓子とかをめっちゃ食べて、もう幸せになりたい、なんか、するのとか、気になるみたいで、うんうんうん、思いっきりだらけたい、うん、いいね、うん、確かに奈々子じゃないとできないかもそれ、うん、怖い怖い確かに、うん、次の体重増えてるやん、うん、怖いやん、うん、そうできる、ゆきなはね、うん、あやみかな、おお、あなんでなんで、多分あやみって DA 女子中で一番なんかお嬢様感ない？なんかさ、可愛がられて、いいとこで育ったようなイメージあるから、で、だからちょっとなんかいいなって思う、ああいう可愛がられるね、愛情ぬりぬり育ってて、あ、そうそう、わかるね、家族もね仲いいし、いいな、確かに、もうだから悩みかな、え、はい。はいはい、私は、キアになりたいです。うん。あ、なんですか？サキちゃん。あ、サキちゃん。そう、サキちゃんの、サキちゃんになりたい。大変。私になりたい。あの、羨ましいんです。羨ましいんです。うん。羨ましいです。何ですか？と、あと、なんか、兄弟とか欲しいなと思って。あー、なるほどね。みんな言うけど、あの双子、私同い年だからじゃなくて、年下とか年下なので羨ましいなって思って、はい、はい、です、はいはいはい、かなえね、かなえ無事絵になってみたい、無事絵、あの無事絵ってさ、なんかこの場にいるだけでなんか和むじゃん、いや、カナエが、カナエちゃん、そう、なごみ様から、はい、ありがとうございます。それを体感してみたいです。ああ、最後終わり。終わった。頭の中どうなってるんだろう。バカにしてるみたいな。バカにしてるな。お前だと思ったんだよ。どうなってたよってね。ありがとうございます。見せますね、じゃあ今度。うん、待ってます、はい、まあそんな感じですかね、うん、はい、ね、まあいいね、一回慣れたらね、メンバーにね、面白そうですね、あれ奈々子言ったっけ、言ってない、さっきもね言ってないよね、結構言ってないよ、あっち言ってないね、言ってえ、なんか迷いすぎてあれなんだけど、さきちゃんかな、あー、なんでなんか、その、
お姉ちゃんっていう感じ、なんかこう、うん、正義感がつきそうっていう意味で、なんか守らなくていう、まあ、何も守るものがいないっていう、うん、だから、うん、自由なんだよ結構、だからなんかこう、うん、妹とかお、ね、うん、なんかね、弟とかいる環境にいてみたい、しかもなんか、うん、そう。さきちゃんはなんか憧れるね、やっぱりなんか、なんかいいなって思う、うんうんうん、え、ダメだよ、朝日ないなってもたくさん食べちゃダメだよ、太っちゃうから、え、食べてやる、ダメだよ、あの、推しとアイドルのイチャイチャその辺で大丈夫ですか、はい、そうですね、はい、はい、ということで、はい、みずほさん、はい、質問ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、続いての方、はい、いきたいと思います、うん、匿名希望のりょうじさんです、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、あ、アイドル質問ですね、アイドルをやってなかったら、はい、今現在の自分は何をやってたと思いますか、おお、はい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 、ほん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 、なるほどね、なるほどね、さらっと答えちゃう、うん、そうだよね、さらっと答えちゃうみたいな、うん、聞いとくよ、うん、あの、保育園の先生か幼稚園の先生、うん、だろうね、うん、さらっと言うと、うん、ですよね、みんなは、はい、私は、はい、多分まあ今大学も行きながら、あの、うん、ディズニーのキャストになりきってるから、うん、あーぽいわ、あー、そうね、うん、確かに、うん、なるほど、みんなはむずいな、これ花江はね、うん、あの、ケンタッキーで働いてバイト、バイト、すごい、うん、社員とかじゃなくてバイトケンタッキーで働いたよね、こ、うん、んな好きなんだね、うん、すごいね、ケンタッキー好きだからやってみたいな、うん、みたいな、うん、じゃあ、はい、うん、はい、まあ、大学に通いつつ、うん、多分ね、うん、あ、ミュージカルとかだな、うん、多分 2.5 次元めっちゃ見に行ってなんか、うん、かもしんない、オーディションとか受けてって感じなのかもしんない、もしかしたら、うん、とかアイドルやってるかも、違う、違う、いい加減みたいになんかあったら、そうか、あ、そうか、そうだね、そっち、うん、うんうん、見てるね、うん、見に行ってますね、見に行ってるね、はいはい、ゆきなさん、ゆきなさんアイドルやってなかったら、うん、なんか自分にはこう、うん、幼稚園ぐらいというか自分には芸能界しかないって思って生きてきたから、うんうん、これ以外ないです、あ、できてないです、あ、多分あるかよ、それありですか、それありだ、ありなんですか、それ、はい、そしたら逆にみんな他の人とか言えちゃうんですね、うん、逆に、ああ聞かれてるんだよ、聞かれてるんだよ、自分で答えてるんだよ、なんか、ね、だから言えない、もう他の人は言えないぐらい強いって言ってたわ、はい、うん、質問とかいてなってないです、うん、はいはいはい、はい、まあそうね、はい、ということで、じゃあ次の質問ね、はい、うん、今までやったライブハウス、うん、ライブ会場で印象に残っている場所はどこですか、うん、今いっぱいね、いろんなところでやらせてそうだね、いっぱいある、そうだね、ね、あ、え、なんかその答えはいいのかわかんないんだけど、うん、うんうん、全部、あ、そういうことね、そういうことね、え、なんか全部だし、うん、なんか、確かにこれからあのまた会場とかやる会場とか増えて、うんうんうん、それも全部、うん、そうだね、そうだね、全部大事だもんね、うん、やっぱりなんかさ、会場によってその人との出会いとかもあったりするからさ、うんうんうん、いや、ね、選べないかもね、もしかしたら、そうだね、あ、そうだね、うん、うん、あの、なんか一箇所、うん、あの、名前はどこか言わないけど、うん、すごい印象に残ってるライブがあって、うん、何、リブートの落ち旅の時にこうしゃがむじゃん、うん、うん、全員降りない時に、ステージで全員やる時にこうしゃがんだ時に、うん、なんと、うん、右前に G が通ったの、うん、え、何、え、 G が、怖い怖いやばやべえ、やべえ、もうかぶりまと、ある意味印象的ってことですね、それ、そうそうそう、ある意味めっちゃ印象的なライブがありました、やばいよね、びっくりしちゃった、やっぱやっぱ出るのか、すごい、そう、だからちょっとライブ中とか踏んでなくてよかったなって、うん、あ、ね、それで思い出した、え、うん、あるじゃん、一個なんかそれ、そういう感じの、そうそう、踏んだ、あの、あ、これ言っていいか分かんない、何、あの、
大学でこう、うん、あだいぶやそれ言ってそれ今思い出しちゃったそれみたいな大丈夫それ何聞いちゃいけないやつこれ大丈夫それ言っちゃうんだねまあありま平気なのかなだからあったんですかねまあそれはじゃあそのじゃあ分かった分かったもうトップオートとかでね、うんうん、そうだねそうだ話していただいてもうちょっと話そうそうだねさっきは P なんではい、うん、あの私一ついいですか、うん、はい一個なんかまあもちろんその全部いい、うん、もういろんな思い出があるっていうのはもちろん、はい、上なんですけれども、はい、あの、はい、私 TA 女子がこう初めてアイドル、うん、もう TA 女子がっていうか、初めてアイドルをした、うんま、ぐなんていうんですか、はい、のなんですよ、うん、だから、うん、あのそうわかります初めてアイドルになった場所が、うんうんあの四ツ谷ハニーバーストさんっていう今あまり出てないかなんですけどそこはなんかこうめっちゃ感動した思い出がありますこうステージのスポートライトとかも初めて浴びたし、うん、私アイドルになれたんだっていう気持ちにはなりますねそこで、うん、そうね、うん、初めてのライブはね思い出深い感じじゃないしね、うんそうですねうん、そうだから結構まあもちろんね今いろんなもうそうね、ありますよね、うん、いろいろあるしう、ね、もうなんか会場ごとにこう全部語れるぐらい思い出ありますねステージから落ちたりとかねそう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 ありましたね何回かあるよねはいはいはいそうだ、ね、でもなんか、うん、なんか武道館もう一回出たいなって思 う, あうね。あ愛姫うん、とか愛姫武道館他の東京とかも出たいよね出たい、うん、確かにのこうね、うん、満席っていうねそう素晴らしい景色でね、うん、を見たいですね、うん、一緒に見たいです、うん、そうです、ねね、一緒に見たいです頑張り一緒に頑張りましょう、ね、はい、はい、頑張りましょう、はい、うん、ということで、はい、匿名希望のりょうじさん質問ありがとうございました、はい、ありがとうございましたありがとうございましたはいということでここでですね、はい、皆さん、はい、今ですね本当やお視聴者数の方がなんと300人いきましたありがとうやったやったみんなにチャンス、はいはい、300人ね、はい、ということなのでちょっと皆さん今から明石ルーレットをね、はい、やっちゃいたいと思いますはいさあ山京の方準備大丈夫でしょうかはい、はい、いやもう嬉しい2回目が来てよかったですね皆さんのおかげをもうそうですね、うんうん、ありがとうございます、まあ、拡散すればするほどねこう、うん、私のルーレットのチャンスも増えるんでぜひ、うんうん、拡散の方してほしいですよね、うんうんはいうん、あでもあれだね、うんうん、コメントとか見るとさキャンドルとか、うん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 、そうだねあと京都かな、はい、ボタはキャンドルね確かに前思い出すね色々、ね、思い出すなそうだよちょうど1年前ぐらいの、うん、しいまた行きたいですねえ、うん、早くライブが、ね、できるようになりたいですねそうですね、うん、ねあルルできたかなまだかあまだ京都タワーね、京都タワー懐かしいよ、ね、めっちゃ綺麗だったよね夜うんうんうん風強かった風強かったねやばかった寒かったなんかそうだったよね多分今の衣装だったらまだ対応できるかもしれないあーそうだよ前のそう確かにね、うん、そうだよね、はい、いや懐かしいな、ね、懐かしいね、遠征でね飛行機を使うっていうのもねすごい、うん、あそうだよ初めて乗ったもんね飛行機ね、うんうん、怖かったもんねマジでちょっともう乗りたくない、ねからね、とにかく車で頑張っていくわって感じやばい海外とかも車で行くわえマジでハリーポッターじゃんちょっと飛行機怖い、ねはいはい、ありがとうございます、ありがとうございますさあということで、皆さん今見えているでしょうか、はい、あ私、はいはい、からシルバー、濃い紫が10枚、オレンジが5枚、薄い紫が3枚、黄色が1枚という風になっておりますので、はい、さあ皆さんやっぱりシルバーを願っていきますよ、はい、赤シルレット、はい、スタートえ待ってどっちえ
かった。まあまあまあ。なんでまたこんな惜しいの。ね、ギリギリ惜しいよね。すごい。さっきと一緒。すごい。うわーさあ、ということで、まあ、今回も1枚、証ゲットということで、はいはい、本日、連敗地の、うん、店さんからも購入していただいた方には、証を2枚、はい、いただきます。イェーイ。イェーイ。さあ、まあ、この後ですね、この次ですね、うん、視聴者数が400人。はい、400人いけばですね、はい、もう一回赤字ルーレットチャンスがあるということなので、ぜひ皆さん拡散の方してね、赤字ゲットしてほしいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、また惜しかったね。ねえ、惜しかったね。ねえ、分かってるわ、分かってるわ。じゃあね、人の方にね戻りたいと思います。思います、はいはい、ペンネームよしゆきさんからの質問です。いつもお世話になっております。毎回楽しませていただいています。 TA 女子メンバー全員に質問です。どんな習い事をしていましたか。習い事の中で特別に思い出に残っていることはありますか。毎回配信楽しみにしています。これからも皆さんお体に気をつけて頑張ってください。応援していますとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあ、習い事はい、していましたかっていうところなんですけど、どうですか、はい、意外としてたかも、うん、うんうんうん、何してた。まず水泳、うんうんうん、おこと、うん、おピアピアノ、そろばん、アイヒド、なんで笑うんだですね。クモン、はい、クモン、クモンも入る、ね、習い事入るんじゃない、うん、おクモン、あ、なるほど。特に思い出、うんうん、思い出なんか、あの思い出、あの、うん、小学生の頃、まあ、そろばんをやってて、うんうん、でいろんな学校の子たちがこう来るんで、ね、うんうん、でこう小学生の時、そういうの毎日もしてて、うんうんうん、でずっとピョーンってなってたのね、うん、それをなんかよくわからない子に、なんかお前ちょうちんあんこみてえだなって言って、うん、そっからもうちょうちんあんこって呼ばれるようになって、すごい恥ずかしくて、うわやばい、いじめだいじめだってずっと思ってた。しょうもない記憶。でもめっちゃ記憶に残ってんの、それちょうちんあんこって呼ばれることが嫌だったっていうことが、かわいい、そう、すごい嫌だったその時。はい、あ、じゃあ行きます。はい、私は水泳と、うん、チャレンジと、うん、チャレンジ入るんですか、入るんかい、チャレンジと、うん、あとピアノです、うん、お、はい、うん、かな、うん、この、そうで、うん、あの一番記憶に残ってるのは、うん、水泳で、うん、私今かなり長い時間やってたんですよ。小2ぐらいかな、小2ぐらいから16年ぐらいか言っても、うん、でやってたんですけど、その最後らへん結構メドレーとか泳げるようになってから、うん、初めて東京、うん、辰巳国際水泳場っていうところで、うん、結構有名な場所なんですけど、うん、そこで泳げたんですよ、うんうん、結構なんだろう、オリンピック選手とかも出てるところだと思うんですけど、うん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 、ここの大会に参加させていただいて、うん、もう結果全然ダメだったんですけど、うんうん、50m 距離が、うん、幅が 50m なんですよ、うん、息がで普段 25m でやってるけど、うん、もう 50m でもうそれ体力が疲れ切って、最後上がるときに上がりきれなくて、うん、前にいるなんか審査員みたいな人に助けてもらったっていう思い出がありました。すっごいダサい、すんごいダサい、ダサい、ダサいな、はい、はい、いい思い出があります。うん、なるほどね、やるよね、うん、うん、水泳、うんうん、うん、あ、かなえは、はい、英語と、うん、スス、と、うん、ピアノと、うん、あと、苦手なのに絵を習ってました。絵を習う、そうなんだ、そう、なんか、なんかこうやって塗るんだよみたいな、うん、すごい、思い出、その絵の時の思い出なんですけど、うん、なんか絵とあと工作みたいなをやる時があって、うん、なんか工作の時に、うん、あの台所で水を入れるみたいな、うん、なんかこの枠の中に水を入れるみたいな
感じだったんですけど、その時にあのダイヤルじゃん、なんか登るタップ、タップ台みたいな、小学生のちっちゃい頃だったから届かなくて、その台に行ったんだけど、そこから落ちちゃって、あの台所のこの角、角に顎がポーンって、痛ー、でね、なんか骨まで見えちゃってて、怖い、マジで、マジ、見えちゃって、それで、処置してもらったんだけど、なんかその次の日の体育で体育を休んだっていう思いで。割れなくてよかったね。ね、怖い。そうだね。今ね、割れてたらそれで割れたんだったら言えるけど、割れてなかった。そうか。割れよかった、治った。ね、よかった。すごい。ちょっと思い出ですね。印象に残る。いや、それは印象に残るわ。残るわ。ね。じゃあ、まあ、じゃあ、次回。ね、まあみんな結構習った水泳習ってて、なんかピアノ習ってて、あとクラシックバレエ、ヒップホップダンス習ってた、あと塾、でその中で、まあ、一番、記憶に残ってるのは、なんだろう、まあなんか結構いろいろあるけど思い出がね、そうなんか。メガネからコンタクトに変わったっていう、あのなんかバレエ、あのずっとメガネだったの私、そうでバレエの発表会があるときは、ちょっと見えないなと思ってた、自分視力悪いなって、そのバミリがあるんだけど、いつもバレエとかって 1,2,3,4 って書いてあるんだけど、毎回見えないままなんか動いてたの。でもあの観察できてたから、すごい、なんかわかんないけど、わりかしできてたからなんかあんまり言わなかったんだけど、ある日なんか、なんかぼやけてるんですよみたいな、自分目悪いのは知ってたけど、そんな悪いと思ってなくて、だからその時にコンタクトに変えなさいって言われたのが始まりで、コンタクトになったっていう思い出があります。早いよね、早い、中学生くらいでも、長く習ってたから、でプラスあの筋肉がついたおかげはダンスとバレエをこう交互にやったっていう、へえ、教室が近くてバレエ終わった、ダンス終わった後にバレエをやるみたいな、すごい、すごい、ダンスはね、そしたらめっちゃ筋肉がついて、もうめっちゃもうゴリゴリな、あれはさらにクライミングで追加だね、そうクライミングは高校だから、なるほどね、はい、まあ私は、まあ、ピアノと、あと水泳と、硬質と習字と、新体操と、ダンスと、塾を3つやってました。3つ、塾を何箇所やってます。どういう塾？あの、クモンと、明峰義塾と、地元の塾です。3箇所行ってました。1回で。何歳ですか？ね、小中ですね。そうなんだ。だからか。あれ？あれ？あれ？小中で。何の段やるんじゃない？あれ？ノノさん、いけるんじゃない？クモンとか絶対やるよね。そうめっちゃやるよね。なんかそれめっちゃやったけど、やってはいたよ。やってはいたけど。やっただけかな、きっと。クモンで言ってたらちょっと難度が、クモンでしかないけど。おついの計算得意よ。クモンのおかげで。おついの計算めっちゃ早い。それだけは本当に早い。なんか良かった、意味があったなって、そんなに、やった、それがね、そうだね、良かったです、はい、まあまあ、まあそうだね、いいでしょ、大事な水泳結果、そうだ、これからも全部ゆきだちゃん頼もう、そうですね、怖い、ちょっと iPhone さえあれば大丈夫、
iPhone でね、はい、お願いします、はい、お願いします、はいはい、皆さんの習い事はそんな感じですかね、はい、はいはい、そうですね、はい、よしゆきさんありがとうございます、ありがとうございます。さあどんどんいきますよ皆さん、はい、ペンネーム、はい、神様さんからです、はい、まだライブに3回しか行ったことがないのですが、はい、コミュ障のせいでなかなか周りに馴染めず、はい、話しかけられないのですが、はい、何かいい方法はありませんか、はい、ね、めっちゃわかる。コミュ障、え、嘘、コミュ障はね、コミュ障っていうか人見知り的な、うん、じゃあわかる、わかる、あ、じゃあもうコミュ障代表がいいですか、はいよ、うん、あ、そうです ね、はい、ね、あのコミュ障の方はあの、うん、思いっきりもうはっちゃけましょう、ね、あ、だからまず最初に初めましてっていう時に一発ギャグをするといいですよ、うん、あ、なるほどね、神様さん、神様さんかな、ね、かわいそうに、はい、解決、ね、そうだね、解決、大丈夫かな、もっとコミュ障なんなきゃいいけど、うん、そうだね、はい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 、はい、はい、何、はい、はい、ですか、はい、コミュ障っぽい、コミュ障じゃない私がいますね、はい、はい、コミュ障じゃない、はい、いや、気合い大丈夫かな、はい、わかりました、話しかけるべき、コミュ障だけど話しかける方がいいかもしれない。話しかけた方がいいよ。それ苦手ですよね。多分。多分あのあれだよ、あの、うん。話しかけられないじゃん。でも、うん、多分挨拶されて嫌な人はいないから。なるほど。TA のオタクだなっていう T シャツとかね、うん、着てる人もいるし、うん、多分こういう配信で、あ、神様っていうファンの方がいるんだなっていうのを多分みんなね、うん、認知してくれてるから、ね、うん、もうライブ行ったらもう、うん、こんにちは。話しかければもう、あ、神様、そうだよ、なんでなんかおな、あ、TA 好きなんですけどって、ね、うん、話しやすいので、すごい挨拶がね多分重要なんだよ、なるほど、正解が出た、正解正解が正解です、それです、特大の正解です、さすが人見知りですね、話しますって、そうですそうなんですね、もうすごい、それですね、がある挨拶です、うん、私も、はい、そうしてこう、うん、そうしよう、私もそうしよう、学びました今、ありがとうございます、ね、うん、まあ、はい、TNS のファンの方もみんなね、はい、優しい方多いので、はい、全然気にせずに、はい、自分からこうどんどん話していったらね、はい、多分仲良くなれると思いますんで、はい、ね、はい、はい、で神様ありがとうございました、ありがとうございます、はい、続いていきます、ペンネームたつひろさんからです、はい、最近見た夢とかよく見る夢はありますか、おー、夢ね、最近見た夢、夢、夢じゃ見るんやな、何見るの、え、え、私さ、さっき、さっき見た夢でいい、あ、いいよ、さっき、さっき、さっき、はい、だよね、寝てたよ、あの、うん、なんか違うの、うん、授業があって、朝に、うん、もう、ね、あんま寝てなかったから、朝に授業あって、うん、それで起こされて、うん、寝ちゃったの、うん、どうぞ、そう、まあね、見た夢は、なんか言っていいのか分かんないけど、うん、まあ、うん、ビリーアイリッシュ、ビリーさんいるじゃないですか、あ、うんうんうん、はいはい、あの、なんかよく分かんないけど、うん、なんか、その、ビリーさんが、うん、いたのね、横に、友達みたいな感じで、うん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 、で、私一人だったから、なんか、フェスみたいなのがあって、うん、まあ、ビリーさんはそのフェスに出るみたいな感じで、うんうん、もう一人外国の人もいた、その人も歌手の人で、そのライブに出る人なんだよ、うん、2人とも、うん、でなんかよくわかんないけど、うん、そのビリーさんがなんか私ビリー・アイリッシュになりたいとか言ってなんかこう、うん、なんか歌い出しててそういえばあの後で思い出したの、そういえばあの人本人じゃんって思ったの、うん、その時、うん、でそれでなんか、うん、まあ、ライブに行っちゃったの2人が、で取り残されちゃうじゃん1人で、うん、だからなんでライブに出れないんだろうっていう気持ちになったっていう夢を見ましたさすが夢、さすが夢、夢だ、よかった、夢、夢だから、うん、よかった、夢だったからね、そう、夢だったからよかった、うん、なんかこの間はね、あの、うん、中学校かな、中学生の時の修学旅行なの、うん、修学旅行に、なぜか、うん、TA 女子のみんなもいるの、うん、面白い、 TA 女子のみんなと、それでなんかかなえをみんなが追いかけてるの、うんで、カナエが逃げるっていう、鬼ごっこしてるのかな、なんか鬼ごっこかな、ね、うん、かね、どうなるかわかんないんだけど、もっと怖い追いかけ方してたのかな、ね、なんか
逃げるほどだもんね。ね、夢だな、はいはい、夢ですね。ね、そうそう、うん、夢が見ますよね。うんうん、そうですね。うん、すごいね、まあまあ、すごい面白い夢見たら報告しましょうじゃあ。はい、ね、はい、ね、はい、はい、はい、ね、さとひろさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてペンネームチキンパスタさんからです。はい、ライブがなくなかなかメンバーの皆様と会えなくて寂しいです。この自粛期間中どんなことを考えていますか。また必ず開催される、シキーの推しのフィフスワンマンライブの見どころを教えてください。うん、ね、はいはい、そうね、本当会えなくて寂しいですよね、みんなと、ね、うん、寂しい、寂しすぎる、ね、本当にね、寂しすぎる、ね、本当に、ね、本当ね、何考えてますみんな。めっちゃライブしたい、力がやばい、うんうんうん、そうだね、あ、そうだよね、ライブしたい、うん、やばい、ピエ女子のことしか考えてない。うん、なんかね、ね、本当に本当に、あの、全くなんだけど。多い。ちょっと考えろ。逆に考えすぎるのは良くないと思うのよ、うん。なんか、いろいろ考えても無駄じゃない。ね、うん、結局考えても、ね、何も行動も起こせないし、うん、ないし、うん、ライブもできないわけだから、うん、だったらもっと楽しく考えようと思って、うん、次の、うん、今日の夜のアイス何食べようかなとか、うん、明日の夜のアイス何食べようかなとか、そういうこと考えてるよ。いいですね。そう今日ノンアルと何のおつまみ飲むかなって。あそうそう。何何そうそんな感じよ。うん、すごい、ね。そういうこと考えるの。かわいい。あもう痩せようしか言ってないじゃない。そうだね。そうだ。痩せようね。そう。うん。そういう感じやっぱそうだよね。そのなんか。うん、うん、この期間に どれだけ意味のあることをしようみたいな、そういう感じで、そうだね、そうだね、そうだね、それこそライブできるために何をしようみたいな、そう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 、みんながいいパフォーマンスができるように、そう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 、そうやっぱりフィフスワンマンのね、そのライブも必ず開催するからね、延期になりましたけれども、うん、はい、 そうね、まあ、そのために今ね、見どころというか今それに向けて、まあ、ね、各自で頑張ってるって感じですよね。はい、そうですね、うんうんうん、今できることを、うん、もう確実にその、まあ、4月に見せる予定だったもの以上に、うん、レベルアップしてる、はい、個人だったりグループだったりを見せるのに、はいはい、頑張りたいと思います、ね、はい、頑張りたいですね、はい、はい、という感じですね。はい、チキンパスタさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございま す。はい、続いてですね、ペンネーム赤く染まりすぎたレイさんからですね、はい、メンバーが憧れている人はいますか。芸能人、偉人など何でも大丈夫です。いつも笑顔ありがとうございます。もう TA なしでは生きられない人生になっています。これからもずっとずっとずっと TA だけを推し続けます。また早く会えることを願っています。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい素晴らしいね、はい、ということで憧れてる人ですね、憧れてる人、そう、なんか目標にしてる人とかいます？うんうんうん、いすぎてる、めっちゃいるよ、確かに、めっちゃ、けどこのポジションでなんかこういうところはここの人、こういうところはこの人みたいなね、うん、あ、でもな、なんだろう、いや私は2人いるんですけど、うん、いいですか、うん、じゃあまず元 AKB48 の指原莉乃、それはもう本当にもう自分の見せ方がもう神がかってるなって思うし、おしゃべりだったり、うん、もうあの全部すごいと思う、うん、あのもうスタイルもそうだし、スタイルめっちゃいいよね、そう、本当にその AKB に入ってた当時から結構もう番組とかも、はい、もうすごい、あ、もう語彙力がないですよ、面白いです、はい、うん、っていうところを見られたいっていうのと、はいはいはい、あと、うん、あの大原さくら子さんが、まあ、ずっと好きで私は、そんな、もう声も好きだし、なんかまあそのまま真似するっていうのは違うかもしれないけど、なんかこう、うん、まあなんかあんな風に歌えるようになりたいっていうのを常に思ってますね、うん、はい、力強いもんね、なんか歌い方ね、そうなんです、はい、確かに確かに、それは金井も2人いるんですけど、はい、乃木坂46さんの生田絵梨花さんが
そうミュージカルとなんかジャガたちのコーティスティさんのコンサートを、うん、なんか同じ日にねなんかその練習だったりしてそれなのに何もねなんかあのくじけずに頑張ってるとかが、うんいうん、あの憧れです、はい、なるほどね、はい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 、で2つ目はあの元あの AKB48 さんの、うん、あの山田七海さんっていう方がいるんですけど、うんうん、その方はなんかもう MC もあの歌もダンスも、うん、あの未経験で入ってきたのに、うん、それでなんかすごい努力してなんか、うん、ダンスパフォーマンスも上手になったし、うん、なんか歌も MC も上手になったんですよ。そういうね、うん、努力してる方がすごい憧れる。なるほどね、うん、はい、うん、はいはい、まあそんな感じですか。はい、そうですね。はい、あ、じゃあ、はい、あとでね、うん、みんな聞いてもらいたい。はい、そうね、ちょっとトークポート聞いてもらおうじゃん。そうね、そうね、時間がね、ください。時間もあれだからね。はい、はい、うん、続いて最後の、ね、はい、質問の方にいきたいと思います。ペンネームみんみん71歳さんからです。はい、自粛から解放されたらどこへ行きたいですか。夢の国以外で。ステイホームでずっと過ごしている毎日 PA 自身配信とトークポートに元気をもらっています。少し遅れて届く写メチェキにも癒されます。私の人生最終日に遭遇した厳しい時期にあってあなたたちの存在は大きいです。ありがとう。いや、こちらこそありがとうございます。嬉しい。あなた1歳何言っちゃうね。何言っちゃうか、何言っちゃうか、あなた1歳さんだ ね、 ね、嬉しい、はい、ありがとうございます。まあ、自粛からね、そうなんです、うん、自粛会が終わったら、うん、どこ行きたいですかって感じですよね。どこ行きたい、はい、夢の国以外だから、うん、そうだよ、夢の国以外でだから、みんな言いがちだから、うん、私海ですね。あ、海、海行って、もう潮の風をこう、うん、全身に感じたい、うんうん、あ、なるほどね、うん、いいね、うん、はい、海ね、海いいですね、この時期、うん、めちゃくちゃいいですね、うんうん、はい、そうだ、はい、はい、うん、あ、うん、はい、あれ、はい、なんだっけ、うじ、あ、私が、うじ、うじ、はい、なんかと思ったよね。はい、じゃあ私が行きます。はい、東京に行きたい。あ、東京、そう、うん、どうした、東京の、東京に行きたい、の街を見たい。あ、なんか写真撮ったりと、景色がすごい好きだから、あのガチャガチャした感じがすごい、確かに常にね撮ってたもんね、撮るよね、そう、あの子ね、うん、この景色好きって思うもん、うん、でもこの目以外のカメラでは綺麗なもの撮れなくて、あの困ってる。だけどさ、なるほどね、メンバーさ全員で帰ってる時にさ、あの綺麗って言って走って撮ったりしてたり、ね、間に合うかな、間に合うかな、間に合うかなって撮ってるよね、トレーニングね、確かによく撮ってるよね、うん、うん、いいですね、うん、そうね、やっぱ、ゆきなはね、あのね、ゆきなは、うん、やっぱりね、あの栃木、那須とかに行きたい。やっぱ全然、そうそう、ね、うん、あと軽井沢とか、うん、下り方面なんですけど、うん、そうやっぱ、うん、そっちの方にね、毎年やっぱゴールデンウィークとかね、この時期に行くと涼しくてちょうどいいじゃないですか、うん、そうですね、うん、やっぱり確かに森と自然で、そう、うん、はい、こう早く自然に、うん、そうね、長瀞もね、そうですよ、うん、ライン下りとか乗りたいわね、うん、気持ちいいから、ちょっと本当、うん、ね、そういうとこ、まあ、雪菜はどっちかというとちょっと東京よりはうん、あ、そういうことね、そうね、うん、めっちゃわかる、うん、はい、うん、待って、今私、なんかゆきなちゃんの話聞いてたら忘れちゃった、うん、なんで、あれ、あれ、えっと、なんだっけな、あ、でもカラオケには行きたいなって思ってます。あー、行きたい、あー、なるほどね、ね、はい、あとなんだっけ、忘れちゃったんで、ね、まあ、思い出して、電話してください、うん、はい、とりあえず電話で、はい、はい、うん、はい、はい、はい、
かなえは海外に行きたい。あ、海外に行きたい。すごい。行ける？うん。パスポートを更新したばっかりだから、うん、そこに行きたいなって思って、うん、いいねパスポート。音もしたい。なんか持ってんの？パスポート持ってないけど。持ってないんかい。持ってない行きたい、旅行したい。うん、海外ね、うん、ちょっと行きたいですよね。行きたい、行きたいね。はい、感じで、ね、はい、たくさん皆さんからのね、まだね、はいはい、まだまだの紹介したかったんですけども、はい、ちょっと時間の関係でここまでとなってしまったんですけれども、はいはい、本当にたくさんの意見ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでですね、このあと9時からはですね、トークポート特典会というのがあるんですけれども、はいはい、そちらの説明をななこさんお願いします。はい、TA 女子のメンバーと一対一で通話のできる素敵なアプリトークポートの、説明をしたいと思います。はい、このあと21時からあるんですけども、まずはね、はい、TA 女子ツイッターのリンクの方についているアプリのダウンロードしていただいて、本日の、プランとポイントはこちらになるんですけども、はい、今日はですね、いろんな、質問とかがあって、まだ言えてない部分とかもみんなあるよね。そうね、はい、やっぱりちょっと、ね、みんなも気になるとこあったと思うので、はい、そういうお話とか、今日の、今日も可愛いメンバーと、素敵な会話ができる日なので、この機会にぜひご利用ください。そして、はい、1枠ごとに証しが1枚つくんですけども、ゆきなさん、はい、説明お願いします。はい、証しとはイベントにて TA 女子予約で入場していただくとゲットできる特典です。通常ならライブとかね、イベントに行かないともらえない特典なんですが、はい、今は自粛期間中ということで、このね、今やっている電波やトークポートを利用することで証がゲットできちゃうということなので、めちゃくちゃお得です。なので皆さん、ぜひご利用お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、そしてですね、はい、今日はですね、なんと告知があるんですよね。はい、はい、告知があります。皆さん、はい、5月ですね。はい、そうです、5月ですね。5月18日といえば皆さん何を思い浮かべますか？言葉の日ね。ということで、宇治江のね、誕生日なんですよ、18日、はい、そうだね。宇治江の誕生日配信をしようということで、うん、18日どうですか、宇治江さん。なんか誕生日ってさ、やっぱ、はい、ね、こうね、ね、スペシャル、なんかランチとかね、そうだね、当日だから、そうやったよね、うん、宇治江さん、ちょっとやってますか。はい、そうなんです。あのね、いつも普段の生誕祭とかがあるときは、うん、こう、メンバーオンリー、その生誕メンバーオンリーのランチを、うん、発売してるんですけれども、うん、今回も私、宇治江美優のこう誕生日に、オンラインショップかなで、ランチェキを、宇治江美優ランチェキを発売します。イエーイ、イエーイ、すごい、かわいい。嬉しい、ありがとうございます。本当に嬉しいんですけども、ついに二十歳になるということで、まあ、20種類ぐらいのね、衣装をやっと見れようと思います。絶賛取り取り中なので、ゲストしてね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に止まったかと思った今。ね、怖かったね今。ね、あれ止まった。タイミングで止まったね。ね、はい、からの、はい、からの、はい、その次の日、19日はなんと久しぶりにアイチャレに出演します。イエーイ。この日はね、お家から出演になるんですけど、はい、のトークということでね、はい、配信を届けられるように頑張ります。だから、ね、決まり次第ツイッターなどで、はい、それに19日の宇治江美優のお誕生日会、はい、19日のアイチャレ、お楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、さあということでですね、はい、皆さんのスペシャルギフトの方が、はい、今とまたたくさん届いておりますので、じゃあみんなで読んでいきたいと思います。はい、はいはい、せーの、ひっみちハートハートハート、せーの、やーちゃんハートありがとう、います、せーの、カモメハートハートハート、ありがとう、せーの、リュウさんハートありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、今日のテンパイチはですね、はい、一応あの帝国通りということですね、はい、ということでこの配信が終わり次第、テンパイチの本番終了させていただきますのでね、はい、はい、そして今日は特典さんから5を購入していただいた方には、証が2枚ついてきます。通常ならねつかないんですけど、はい、今日は2枚ついてきますので、はい、ぜひ皆さんもうこの後すぐ終わっちゃいますので、うん、お買い忘れのないようによろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。しはい、はいはい、そして、この後9時からトークポートで皆さんとお話できるのも楽しみにしております。はい、今日も配信見てくれてありがとうございました。はい、ありがとうございまし ました。以上、とりあえず集まった女子、略して TA 女子でした。ありがとうございました。ぴょんぴょんぴょん、ありがとうございました。9時からね、たこ焼き。今16